はい、おはようございます。キンキン在庫増やしますみの AM セパンです。今日もお願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキン取ってきてぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今日もね、冒頭リュウさんでした。これはですね、ストック鬼さん連チャン行くでっていまして、まあ、1本の動画にね、3日分のネタをぶっ込んでくれました。チョコバナナで半月板ぶったたくやつとプラズマクラスターと今日のやつですね。今日のやつもこれどういうことですかね。在庫増やしますみってね、素敵な名前ですね。本当ですか。いつもありがとうございます。さあ、まだまだ暑いっすね。ほんとビールが飲みたいですね。気になるビール今日も買ってますんでね、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日飲んでいくのこちらですね。買ってきました。これがですね、ベルギービールで、読めないな、なんて読むんかな、ミケラーっていうんですかね。なんかね、僕漢字も弱いけど英語も弱いっすね。ダメだなこれ。すごいなんかね、ポップなジュースみたいな見た目のですね、デザインの缶ですけども、紫の方が IPA ですね、インディアペールエールで、こっちのベージュの方がペールエールですね。味の感じはね、似てるんじゃないかと思ってます。で、紫の IPA がアルコール 5%、こっちのペールエールが 4% ですね。さあ、こっちからね、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ってジョッキ登場。凍ってます。ジョッキしか勝たん。テンション上がる。さあ、行きましょう。これね、結構前から気になってました。なんだろうなと思ってて、美味しいんかなってね、気になってましたね。量があんまり入ってないんですよ。330しか入ってないですね。あー、喉乾きましたね。今日はですね、仕事終わりの風呂上がりですね。ボコボコですね。あー、うわ、なんか量の感じちょうどいいな。匂いがもうね、ジューシーですね。さてと、わー、うまそう、やばい。さあ、ぶっ決めていきますか。始めていきます。名前がこれね、ミケラーっていうんかな、よくわかりませんけども、ベルギービールですね。 IPA いただきます。いってきます。乾杯。ビールというかジュースですね。そんなにね、癖がない IPA って感じですかね。飲みやすいですね。さあ、もう一本いきますか。さあ、ペールエールの方ですね、持ってきました。からの2つ目のキンキンに凍ったジョッキしか勝たん。さあ、行きましょう。もう一本飲んだら汗がやばい。うわ、泡が吹き出ますね。やばいな、怖いなぁ。やっぱビールテンション上がるわ。本当にうまいわ。うわ、これもいい色してますね。やばい、汗がやばい。よいしょ。なんか色ちょっと濃いめな気がしますけどね。匂い、そう、ちょっと鼻についた。さあ、じゃあアルコール 4% ですね。ペールエールの方ぶっ決めていきましょう。いただきます。乾杯。あー、全然違うな。こっちもいい、こっちもいいけど、やっぱこっちかな。はい、お疲れ様でした。ガム飲みしてみました。ちょっと今日もですね、もう仕事終わりの風呂上がりですよ。毛穴開いた状態でぶっ決めたんで660ですかね。結構ガブ飲みしちゃったんで、汗がもうね、ほんとやばいんですけども。いや、今日のやつもね、飲み応えありましたね。で、やっぱりね、僕 IPA がね、好きだなって今日も思いましたね。
すっごいジューシーでね、フルーティーなんですよね。なんか柑橘系の味がふわっとして、最後ちょっとねほわっと苦いんですよ。上品な苦みがありますね。なんですけど、まあビールとしての口当たりが良くて飲みやすいのはペールエールかなと思ったんですけど、まあどっちもね違うけど、やっぱ飲み比べたらこっちが美味しかったですね。ありがとうございました。でこれは確かね、ローソンで買ったかな、ファミマかな、なんかコンビニで買ったんですけど、これね前から気になってたんですよ。結構ね気になってる方もいらっしゃると思うんで、もしですね、まあ、飲んでみたくなった気になった方いらっしゃれば、ぜひね試してみてください。さあ最後の次回です。明日なんですけども、これ買ってます。白い缶のコーラがあるんですよね。ゼロカロリーですね。これは何でしょうかね、なんかリミテッドエディションって書いてますけども、まだね飲んだことないんですよ。とりあえず2日連続かな、これとねもう1本別のコーラ買ってるんで、コーラと見れば一丁紙シリーズ、これをねやっていこうと思ってるんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴ください。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。やっぱり IPA 最高に美味しい、大好き。